今からする話はある人格乖離と疑いのある A さんの悩みなんだけどね。A さんは自分が人格乖離じゃないかとずっと疑ってんだって。だけど病院には行ったことがないと、診察はしてもらったことがないで、自分の中にいろんな人格がいるような感じがしてるんだけど、そんな話はさ誰にしたって信じてもらえないじゃない。でそんな時に DID のコミュニティ、それを見つけたんだって。人格乖離者、乖性同一性障害の人たちの集まりだわな。で最初はね、自分のことを分かってくれる人がこの中にはいっぱいいると喜んだんだってさ。だけどいざそのコミュニティに入ってみると、誰が嘘をついてるかっていう話で盛り上がっていたりとか、 A さん自身もあなたも嘘なんじゃないのと、まあ、つまり病院に行って診断されてないからね、自分のことも疑われるようになってしまって、結局そのコミュニティの中にいることも辛くなってしまったんだって。で A さんはね、今まで自分が理解されない人格乖離 DID っていうものをようやく分かってくれる場所を見つけたと思ってたんだけども、そこでも自分の居場所がなかったと落ち込んで悲しくなったっつう話を聞いたの。多分ね、こういう A さんみたいな悩みを抱えてる人っていっぱいいるんじゃないかって思ったのね。俺が思ったほど解決策とかじゃないよ、単に俺が言いたい、言いたいだけ。だから今から俺の言う話なんて無視してもらっても構わない、単に俺が言いたいだけ。別に悩み相談とかをする気は俺は全然ない。ここで言いたいだけ言ってもいい？俺ね、まずその A さんの気持ちはまあわからないでもないんだよ。ただ俺は A さんの側もコミュニティの側もできるだけ平等に見ていこうと思う。平等にどっちかの見方をするとか、どっちが悪者にするとかじゃなくて、なるべく平等な目で見ていくな。まずだよ、大前提として基本中の基本の話になるけど、コミュニティとかそういうグループって何なんだって話から俺はしてんの。 DID 人格乖離に限らず、同じ趣味とか同じ考えを持った人が集まるっていうのは世の中に山ほどあるわけじゃん。例えば LINE グループとか、サークル、ファンクラブ、チーム、同好会、親衛隊、まあいろんな言い方で山ほどあるわけじゃん、そういうのってね。でそれぞれには目的があるわけ、そのグループには。例えば同じ趣味の仲間が集まってそれを一緒に楽しもうとかね、一緒に一人の人を応援しようっていうグループもあるわな。あと一緒に作品を作ろうっていうグループもあるわな。あと一緒に思想を広めようっていう考え方もあるわな。でその DID っていうコミュニティは目的は何なのよ。俺それがまず気になるの、先に。 A さんが寂しかったんだろうよ、俺さ、分からないでもないんだけども、その前にそのコミュニティって何なんだっていうのが俺は知りてえの。それを知らないと俺は A さんの見方もコミュニティの見方もできないわけ。例えばね、 DID 人格乖離でも仕事を見つけよう、僕たち私たちも働けるんだ、就職活動頑張ろう、アルバイト頑張ろうみたいな目的があるとかさ、人格乖離 DID を治療しよう、治療するっていう恐怖もみんなで乗り越えれば怖くないよとかいう目的があるとかさ、あと、人格乖離の相談場所、誰にも相談できる人がいないと、だけどこのコミュニティに入っていたらお互い同じ悩みを持った者同士相談し合う場所にしようねとか、あともう単純にお友達になりましょうっていうコミュニティ、何を目的に作られたコミュニティが分かんないんだけど、俺はまずそこが問題だと思ったの。問題っつうか、それが知りたいと思ったので、例えばね、例えばだよ、多分ないと思うんだけども、 DID と人格乖離者だと嘘をついてる人を探そうっていうコミュニティだとする、例えばね。だとしたら〇〇さんは嘘をついてるかもしれない、〇〇さんは勘違いしてるかもしれないっていうのを話し合うコミュニティってのは俺はありだと思うんだよ。でその A さんがそれが分かって入ってるんだったら、ある程度自分自身も疑われる目をされてもしょうがないっつうか、その可能性があるようなグループに入るんだっていう自覚が必要だよな、自分自身も。別に A さんが悪いって言ってないよ、例えばの話だよこれは、例えばね。で俺の例えばの話は続くんだけども、そうじゃなくて DID の人同士お友達になりましょうっていう大きな目的はないけども、一緒にみんな仲良しになれたらいいねみたいなグループだとする。でその A さんも、まあ、DID と診断されたわけじゃないけども、自分に近いと思われる症状があるからそのグループに入ったとしようや。これ例え話だよ、お友達作りのために入ったとしようや。 DID っていうのは世の中に理解されにくいから、同じ症状を持った者同士集まれば共感し合えるし安心感もあると思うんだよな。だからここに入れば友
友達ができるんじゃないかとか、ここなら私の居場所ができるんじゃないかと期待して入ったとする A さんが、でまあ最初は挨拶するわな、そのグループに入ったら、はじめまして、私も人格会社です、私も DID です、で私の中には人格が何人います、時々私も人格がコロコロ変わっちゃうことあるけどもよろしくお願いしますみたいな、それはいいんだよ、そこまではいいの、そこまでは。ただね、こういうグループの危険性っていうのは依存と期待が先にあることが多いんだよ。それとそのグループの中で力がある、発言力があると思われる人の右へ習えてないと居づらくなる、この2つの危険性が俺はあると思うのね。一つ目の問題、その依存と期待がでかいっていうことね。 DID のコミュニティっていうことはさ、そもそもさ精神病を持っている、もしくはその疑いがあるっていう人が集まってるわけだよな。っていうことはみんなそれぞれ大きな悩みとかコンプレックスを抱えてるっていう風に想像するわけだから、同じ人たちで集まりたがる、ここなら私のことが分かってもらえるんじゃないか、ここなら人格交代をしたりコミュニケーション能力に問題があっても許してもらえるんじゃないか、その孤独から脱出したい、友達が欲しい、仲間が欲しい、居場所が欲しい、みんな何かに期待してるわけだよ。だけどその期待がどんどん膨らんでいったりとか、分かってもらえる場所、許してもらえる場所って思いすぎると少しずつしんどくなってくるわけだよ。例えば周りの人のいろんな態度とか意見によって、ここなら分かってくれると思ってたのに、丸々してくれると思ってたのに、結局友達ができなかった、結局信じられる人なんていない、結局孤独なのは一緒じゃんってなっていく。 DID 人格管理っていう共通点がある、そこに期待や安心が大きかっただけにかえって傷つく、寂しい気持ちになる、他でダメだった、だからここに来た、ここが自分の居場所になると思ってた、だけどここも自分に居場所はなかった、余計傷つくっていう風になるわけだよ。で、あともう一つの問題が、そのコミュニティの中でリーダー的な存在の人、力がある人、発言力がある人の右に習えてないとそのコミュニティに居づらくなってくるっていう問題ね。力がある人っていうのはそのコミュニティを立ち上げた人とか、例えばみんなに声をかけて人を集めた人とか、あと口が達者な人だよな。その力があると思われる人がどういう目的でそのコミュニティを立ち上げたのか、それでだいぶ変わってくるんだけど、そのコミュニティの雰囲気が、例えばみんなの良き相談者であろうと思う人であれば、そんなに自分が出しゃばりすぎないと思うし、何かコミュニティの中で問題があったら、いざこざがあったら、中立な立場に立ってその問題を聞き入れよう、和解してもらおうっていう風な立場に回ってくれると思うんだよな。だからそのコミュニティの中で誰が DID が嘘をついてるなんて言い出さないと思うし、そういう人だったら他の仲間がそういうことを言ったとしてもあんまり真剣に相手にしないと思うんだよ。でも中心になってる人が DID のコミュニティという名前を借りながら、実は本当は自分の居場所を作るためだけのコミュニケーションの場、ファンクラブとまではいかないけども、結局は自分を中心に振る舞える場所だわな、好きにっていう風なところにしてるのであれば、その中心人物の意にそぐわない人、怒りを買った人は攻撃対象になると思うんだよ。さっき言った DID であると嘘をついてるとかね、だってぶっちゃけ関係ないもん、誰が嘘をついてようがついてまいが。だけどそこを攻撃するっていうことは、何かリーダー的な存在の人にとって大きく腹につく存在、もしくはいてもらったら困る存在、例えば自分の存在が危ぶまれるぐらい力が向こうにもあるとか、影響力があるとか、あと自分を裏切ったって思う侮辱に対する報復かな、考えられるとしたら。みんな最初はグループで仲良くやってたんだけど、お友達だったんだけども、ある一人が、まあ、裏切り行為に見えるようなことをしたとか、そのリーダー的な人に歯向かうような行動をしたとか、まあ、そういうのが想像される。でもそれはそうなっちゃうと DID のコミュニティじゃないんだよ、もうそれは。そのリーダーの人を中心としたお友達グループというか、リーダーの人が居やすいためのグループなのね、それは。それを DID のコミュニティという名前をついてることに惑わされないことだな、そこにいる人は中に。だからそういうコミュニティに属してる人は、そこを見極める必要は俺はあると思うんだよ。見極めるために、このコミュニティというものは一体どういう目的で作られて、何を求めて集まってるのかっていうことが分かってないと自分が傷つくってことなんだよ。俺そこが言いたいのね。だから A さんかわいそうだねとか、そのコミュニティが悪いとかじゃなくってね、まずコミュニティは何のために作ったのか、自分は何を求めてそこに
に入ったのか、もし自分が期待するものとコミュニティがやろうとしてることがイコールにならなかったら、やめればいいわけじゃん、そのコミュニティを。だって自分が求めてるものとそこのやろうとしてることは違ったんだから、それだけの話じゃん。そこが俺、そういうとこで悩むのが、若いって言ったら、まあそれだけなんだけど、なんつったらいいのかな、こういうのって判断能力というか切り替え能力、なんつったらいいのかな、ものの本質を見極める能力がないと傷つく結果になると思う。これは多分人間関係とか仕事とか全てに言えることだと思うんだけどね。ものの本質を見抜くコミュニティに入りました。そのコミュニティは何を目的に作られているのか、みんな何をしようとしているのか、で自分自身は何を求めているのか、それはイコールになるものなのか、イコールにならなかったらはいさようなら、それでいい。だから A さんが傷ついたってのは俺は分かる。そこまでは同情するんだけども、お友達になりたいと思ったのにギスギスした空気だったってことでしょ、そのコミュニティが。だったら自分から出ていきゃいいじゃん。だから俺どっちも悪いっていうつもりはないの。俺単に目的とやってること期待することが違ったってだけ。コミュニティも悪くないし A さんも悪くない。あとこの A さんが言ってたのが、なんか派閥があるんだって。派閥が、俺これも全然知らなかったんだけど、知らないし別にまあ俺ぶっちゃけ申し訳ないけど興味があんまりないんだけども、なんか DID のコミュニティで派閥があるらしいの。俺全くそれを知らないってことは、俺は寄せられてないんだろうね、そもそも。俺は多分ネットの中に DID のコミュニティが何個かあるらしいんだよ。でもどこからも声がかかってないってことは、俺はどのコミュニティからも俺は眼中ないっていうことだと思うんだけど、まあいいんだけどね、それは全然。でその派閥があるんだって、派閥が。でそのどういう派閥か分かんないんだけど、派閥の想像するにまず1個のコミュニティだったと思うんだよ、 The DID コミュニティ。でそのコミュニティを立ち上げたのが、中心だったのが、例えば仮にゾウさん、ゾウさんチームとしようよ、ゾウさんチーム。だけどゾウさんチームを中心に立ち上げたグループだけども、ゾウさんと意見が違うキリンさんっていうのが出てくると思う、多分キリンさんが。でキリンさんがゾウさん、これはこうじゃないですか、例えばまあ人格界とはこういうものですよ、じゃあゾウさんがいやいや僕はこう思ってますよって、そこで対立するわな。そしたらそのグループの中でゾウさんについていく人とキリンさんについていく人と分かれると思うんだよ。それでゾウさんチーム、キリンさんチームって派閥が2つできると思うんだよな。でキリンさんチームの中でまた別のライオンさんっていう人が出てくると思うんだよ。でライオンさんが DID とはこういうものです、人格界とはこうだと思いますって意見すると思うんだよ。でキリンさんはいやいや違うと、僕はこう思う、でそこで対立するわな。そしたらまたキリンさんについていく人とライオンさんについていく人と分かれるから、キリンさんチーム、ライオンさんチームの人格管理コミュニティがこうやって分かれていくと思うんだよな。そういう感じでゾウさんチーム、キリンさんチーム、ライオンさんチームって派閥ができてんだと思うんだよ、多分俺が想像するに。そんなもんだよ、あの派閥っつうか、そのグループが分かれるのって。でもまあいいんじゃないの、自分が居やすいと思うところにいれば。派閥があるっていうのがまあ俺どういうことかちょっと、まあ、よく分かんないんだけども、まあ盛り上がってんだなって俺が知らない間にネットの中で、例えばね、そういうのがあった方が楽しいかもしれない。例えば野球チームとかでもさ、阪神、巨人、ヤクルトね、いろいろあるから盛り上がって面白いわけじゃん。阪神のチームは集まったらみんなで巨人の悪口を言うと、で巨人のグループは集まったらみんなで阪神の悪口言うと、それは酒のあてとしては面白いことでしょ。だからいいんじゃないの、そんなもんでしょそれで別にそこから人の殺し合いとか戦争が勃発するわけじゃないんだから、いいんじゃねって感じ。なんか俺はそれぐらいにしか思ってないんだけどね。でもまあ若い人はそういうことをすごく問題視するというか、悩んだり頭抱える人もいるんだろうね。まあ純粋な人だったら、なんでみんな仲良くなれないのとかさ、どこに行っても自分の考えと違うとかね、まあ悩む人もいるんだろうね。俺はね、無所属でいいですあれあれ、みんなさ病んでるって言いながら社交的だね。俺それ感心するわ。 LINE グループにみんなで入ったり、 Facebook なのか Mixi なのかなんだか知らないけど、そういうものに入ったりとかしてコミュニケーション能力高いね、みんなまあいいことなんじゃないの、それは。友達作りをしようとしてることはいいことなんで、まあそれも前向きな証拠だと思うから。ただ病んでる病んでるって言いながらみんなすげえ人付き合いに積極的だなって思うんだけど、俺はちょっとできないんでね、そういうのが。俺はこう動画で
人格管理とはみたいな話を偉そうにしてるように多分見えると思うから、俺がねなんかこう人格管理者の中心になろうとかリーダーになろうとかっていう風に思ってる人もいるかもしれないけど、俺全くそんな気ないです。全然自分が人格管理者ってこういうものだっていう風に世の中に知らせようとか何にも思ってないです。なんかそんな風に俺時々思われるんだけども、俺は自分のために動画作ってるだけなんで、誰かにそれを押し付けようとか俺の動画を見て勉強しやがれとかいう気持ちは全くないのね。俺の勉強のためにやってるだけであって、それをたまたま他の視聴者さんが見て、あ、私も勉強になりましたとか言ってくれるのは素直にありがたいよ。でも俺が人格管理っていうのを追求していくことに飽きたら動画なんかいつでもやめるし、もうチャンネルごと消しますよ。動画なんて、俺の動画なんて仕事じゃないし、誰かから金をもらってるわけでもなければ、そんな世の中に影響力がでかいもんだとも思ってないから俺は。だから俺はそういうコミュニティとかグループを作る気も全くないです。だけども自分は人格管理っていうものはこういうものだって教えて、で自分を中心に仲間グループを増やして、その先その人がどう考えてるのか何を作ろうとしてるのか知らないけれども、だから俺は全然そういうつもりはないんだよね。だから俺は遠くの方から見てますLINE グループとか DID のコミュニティとか派閥とかあるんだな、あ、そうなんだなっていう。俺はねそういうのに入るつもりもないし、一匹狼で俺はいいですよ。俺は群れるのは苦手だし、そんな器用じゃないっつうか愛想を振りまけるタイプの人間でもないので俺はね。まあ俺は何のために動画活動とかツイッターとかやってるかっつうと、友達作りのためではない。俺はね、少なくとも俺はそういうグループを作ろうとかコミュニティを立ち上げようっていうのは全然ない。ただそういう症状を持った人たちの理解者でありたいっていうのはすごいあります。俺はだけどそれは友達っていうくくりでつながるのではなくって、もっとライトなところっていうか、俺がみんなに対して思ってるのは、俺はいつでも捨ててもらっていいんです。俺は俺のことを尊敬しろとか、いつまでも思い出に刻み込めとか頭の脳裏に焼き付けろっていうつもりは全くなくて、俺の動画とか興味がなくなったら今日にでも見るのやめてくれていいし、なんていうとその重荷になりたくない。俺はみんなの重荷になりたくない。必要な時に俺の動画とかツイッターとか見てくれて、電話とかメール相談とか利用してくれている時に俺をいつでも使ってほしい。俺便利国になりたいわけ。いつでも自由に使ってもらって、飽きたら自由に捨ててもらっていいっていう存在で俺はありたい。見る人の視聴者のプレッシャーになりたくないわけ俺は。だから俺からみんなと友達になろうとかコミュニティを立ち上げようとか俺は言う気はない。そんなことやっちゃったら余計な人間関係ができちゃうっつうか、めんどくさいつながりができちゃうじゃん。でみんなそれが嫌だから学校とか職場とか通うの嫌なんじゃないの俺はそう思うけどね。だから俺はそういうの作らない。だってそれを作ろうとしたらみんなが嫌な人間関係ってものが発生しちゃうじゃん。だから俺との人間関係を作れっていう気持ちは俺は全くないの。ただ必要な時に俺を使ってくれたり、ハルトさんファンダーとか好きだとか言ってくれる人も多いけども、明日になったらもう俺のことなんて嫌いかもしれないじゃん。じゃあ俺のことなんて忘れてくれていいの。全然でいつまでも永遠にファンでいてくれとかいう気持ちは俺全くないのね。そんなことを期待しちゃったらその人に重荷じゃん。だから俺は何にもその視聴者に求めてない。俺と仲良くなってもらうこととか俺のことを好きになってもらうこととか俺全然期待してないのね。だってそれをやっちゃうとしんどくなるから見てる人が。俺なんかいつでも必要な時に動画を見てください、いらなくなったら忘れてください、そんでいいの俺なんて。そういう存在でありたいから俺は友達作りってのはしない。でそれはあくまでも俺の考え方ね。それをみんなにやれって言ってるわけじゃないよ。コミュニティを作る人のことを否定してるわけじゃないよ。そういうのを作って友達作りをして親友ができたりとかするのも素敵なことだから、それは俺やってもらっていいと思うんだよ。ただ俺はそういうタイプの人間じゃないし、そんな器用さがないので俺には。だからその今のこの A さん、人格管理者の疑いがある A さん、人格管理者のコミュニティに入ったけども、まあそこの空気も悪くって派閥もあって自分の居場所がどこにもなかったっていう悩みの人、俺の答えとしてはそういうコミュニティに入らなければいいんじゃね、それだけっていう。まあでもこれもまあ若いからでしょう。この A さんが多分若い人だと思うよ。俺その A さんの年齢知らないけども、聞いてないけど、でもこの A さんが40歳50歳ってことは多分ないでしょ。おそらくまあ10代20代だろうね。言ってて30前半とかじゃないかな、言ってたとして。若い人はこういうことで悩んだり傷ついたりとかして人との関わり合いを学ぶ年の時でもあるからいいんじゃね。いっぱい友達になっていっぱい喧嘩していっぱい悩んでいっぱい悲しいことあっていっぱい怒ってでまた笑顔になったらいいんじゃないの。つう話でした。人格管理専門のモバイルの不審です。
二重人格、多重人格についての悩みがある方、ファイルに相談してください。その他、精神的なお悩みもと、電話とメールで受け付けています。詳しく、動画に説明欄から。